はい、どうも皆さんこんにちは、渡辺です。小家です。小家さん、今日もよろしくお願いします。ですね、今日はですね、また梅雨のアレンジをやってみました。梅雨のアレンジというか、梅雨に使えるアレンジですね。で、今回は本当に簡単に、ごめんなさいね、もう一回言ってますね。こう髪の毛をねじって、ね、まとめてるだけなんですけど、まあ、そこに使うピン、まあ、ゴムとかでも全然いいんですけど、ゴムだったらちょっとしっかりと止まりづらいかったりもするので、今回使ったのはこのツイスターピン。もうねじって、これもねじって、回しながら髪の毛の中に入れて止めるピンなんですけど、これを使って、簡単にまとめ髪ができるようにしてみました。はい、ありがとうございます。はい、髪の毛の量が多い方だったりとか、まあ猫毛の方とかでも全然使えるアレンジ方法なので、今の時期よかったら参考にしてみてください。それでは動画をスタート。はい、じゃあまず N ドットのオイルをつけていきます。まあ、毛先もしっかりなんですけど、根元の方もしっかりとつけてまとまるようにしていきましょう。で、次に顔周りの髪の毛を下ろしていきます。前髪とサイドの間の髪の毛ですね、ここに収まるように下ろしていきます。で、後ろの髪の毛をまとめていきます。だいたいちょっとサイド寄りに持ってきて、三つ襟のこの辺りぐらいに髪の毛をまとめて、サイドの髪の毛は少しこの耳にかかってる状態でまとめていきます。で、まとめた後ろの髪の毛をねじっていきます。時計回りに 2,3 回ねじって、この時あんまり強くねじりすぎないようにしてください。で、時計回りにねじった髪の毛を根元にまた巻きつけていきます。同じように時計回りに巻きつけて、お団子状にしていきます。で、次にこの丸めた髪の毛と根元の髪の毛にピンをつけていきます。ツイスターピンで。で、この髪の毛とこの髪の毛 の真ん中ですね、真ん中に差し込んで両方を留めていくような感じでねじってピンをつけていきます。で、お団子の部分を少し押さえながらちょっとだけ毛束を出します。もうランダムに出やすいところをこう引っ張って、少し出るところだけ出してもらえたらいいかなと思うので、出にくいところはもうそのままにしててください。で、ここの部分のボリューム感も少しだけ欲しいので、このお団子の部分を押さえながらちょっと高さを出すぐらいで大丈夫かなと思うので、少しこの辺が丸みが出るぐらい引っ張って出してください。で、最後に後れ毛の髪の毛をコテで外に1回転だけ中間から入れて巻いていきます。巻いた後は少しほぐしてバランスを整えます。はい、こんな感じで仕上がりました。ねじってもう髪の毛をまとめてツイスターピンで留めるだけのアレンジになりますので、よかったら参考にしてみてください。